10月26日から始まる女子サッカーのパリゴリン、アジア2次予選。ベストメンバーで望むなでしこジャパンはベトナム、ウズベキスタン、インドと同居するグループ C に組み込まれた。フォト、シーロナウド、メッシ、ネイマールらワールドクラスの妻恋人たちを一挙紹介。パリゴリンでアジアに割り当てられた出場枠はわずかに2。 二次予選では12カ国が3グループに分かれて総当たり戦を実施。各グループの1位と最も成績の良い2位の合計4チームが最終予選へと進み、来年2月24日 &28 日にホームアウェイの直接対決で五輪出場権を争う。日本の1位突破は確実視されているが、一番熾烈なのがグループ B だ。韓国、中国、タイ。 そして北朝鮮が居並ぶまさに超激戦区。中でも韓国と北朝鮮は先のアジア大会準々決勝で戦ったばかり。北朝鮮側の度が過ぎたラフプレーが物議を醸したゲームは退場者を出した韓国が1対4で敗れ去った。現地10月16日、すでに再始動している韓国女子代表チームの DF キムヘリが記者会見に出席し、9月30日の南北決戦。 改めて回想北朝鮮のゲームにかける意気込みを表すエピソードを紹介した。テレビ朝寸が次のようにコメントを伝えている。試合前の挨拶の時でした。北朝鮮の選手とハイタッチをしようと手を出したら、かつて国際ゲームで感じたことがない強烈なタッチを見舞われたんです。やられてばかりじゃいけないと思って、 次の選手からは私も強く叩いたのですが、そうしたらどんどん激しくなっていきましたね。入場のゲート前からして、北朝鮮からは緊迫感と気迫が伝わってきましたし。負けてられない。次も引くことなく、立ち向かわなければならないと思っています。これを受けてチームを率いるコリンベル監督もこう。確かに北朝鮮のハイタッチが強かった。それでも、 チソヨンなどはしっかりやり返して勝負への決意を示していた。精神的もフィジカルの面でもちゃんと準備しなければならない、と語った。果たしてどのような再戦となるのか。グループ B の大一番は現地29日、集中開催地である中国、アモイ市で行われる。